ゆすけ、お疲れ。やっぱ彼女に振られたわ。え、マジで？うん、他に好きな人ができたと。最悪だな、それ。浮気してたってこと？詰めてないけど、してたと思う。俺と会う時間とか少なくなってたし、その間会ってたんじゃない？やばいな。正直プロポーズしようと考えてたから、向こうもいろいろ察したんだと思うわ。向こうは結婚したくなさそうって感じ？結婚はしたいって言ってたけど、俺じゃなかったんだろうな。とりあえず飲みに行くか。ありがとう。今日空いてる？空いてる。オッケー、店は探しとくわ。サンキュー。でもいいのか、こんな急に。彼女と同棲してるんだろ？かすみは許可してくれてるし、むしろ同棲してるから問題ない。いいな、同棲。おう、すまん。冗談だよ。じゃあ、店見つけたらまた連絡する。ありがとう。10分後。かすみ、お疲れ様。今日夜帰るの遅くなる。ゆうすけ、お疲れ。いいけどどうしたの？よしのりって覚えてる？俺の友達の。うん、何回も会ってるからわかるよ。そいつが彼女に振られたみたいで、かなり落ち込んでるから励ましに行ってくる。かわいそう。だよな。だからごめんな。全然いいよ。ありがとう。数日後。ゆうすけ、怒らないで聞いてね。何？私と別れてくれないかな。は？本当にごめん。結婚前提で付き合ってて、今もこうやって同棲してるんだけど、どうしても別れてほしいの。お願いします。ちょっと待てよ、どうしたんだよ急に。本当にごめんなさい。納得できない。俺の何がダメなんだ、教えてくれよ。直せるところがあるなら直すから。ゆうすけは悪くない、私が悪いの。理由は？え？俺が振られる理由は？言わなきゃダメ。当たり前だろ。怒らない？理由によるだろ。そうだよね、いずれバレることになるだろうし、今言った方がいいと思うから言うね。回りくどい言い方やめろよ。わかった、私よしのりくんと付き合うことにした。は？付き合うというか結婚前提で。だから本当にごめんね。は？よしのりって、俺の親友のよしのりか？そうだよ。お前らそういう関係だったのか。ごめんね、今まで黙ってて。俺、よしのりから何も聞いてないけど。だよね、言いにくいんだと思う。でも私の気持ちは変わらない。あいつが彼女と別れたのもかすみが原因なのか。そう思ってもらってもいい。お前らマジで最悪だな。いつからなんだ？それに関しては言いたくない。ゆうすけをこれ以上傷つけたくないから。そうかよ、ずっと前からかよ。そうね、私はずっと前から好きだった。なんでよしのりなんだよ、なんで俺じゃダメなんだよ。よしのりくんの方がかっこいいから、生まれてくる子供の容姿も良くなるよね。旦那にしても恥ずかしくないし。俺は恥ずかしいってことかよ。そうは言ってない、ただよしのりくんの方がかっこいいだけ。なんだよそれ。それによしのりくんの方が金持ちだし。は？よしのりくんの方が企業の規模大きいし、いくらもらってるか知らないけど多分お金持ちだよね。結婚するんだからお金も大事だから、ゆうすけは諦めてほしい。もういいわ、出て行け。はい、今までお世話になりました。帰ったら荷物まとめます。俺は部屋に帰りたくないから、用意終わったら連絡してくれ。はい、今までありがとね。1分後。おい、よしのり、どういうことだよ。ん？ゆうすけ、どうした？お前、かすみと付き合ってんのか？え？なんでそのこと？かすみからさっき聞いた。お前マジでどういうつもりだよ。俺とかすみのこと応援してくれてたよな。それでなんでお前らで結婚の話になるんだ？え、結婚？いつからだよ。いつからお前ら付き合ってたんだよ。ちょっと待ってくれよ。結婚って何の話だよ。付き合ってるってなんだよ。は？今更言い逃れとかできると思うなよ。違う違う、本当に違うんだ。俺はかすみさんと付き合ってもないし、結婚の予定もない。そもそも好きとかそういう感情ないし。いや、嘘つけよ。本当だって。だって最初にかすみの名前出した時反応はあっただろ。それは付き合ってるってことだろ。今さら隠したって意味ないぞ。そういうことじゃない。じゃあどういうことだよ。告白されたのは事実だ。でも俺は断ったんだ。お？ちょうどゆうすけと飲み行った翌日だよ。朝になったらかすみさんから LINE 来てて、内容見たら付き合いたいって言われて、丁重にお断りをしたんだけど、何度断っても諦めなくて。そのことだと思ってたんだけど。待ってくれ、それ本当の話か？かすみは結婚するって言ってるんだぞ。本当だよ、何回も何回も断ってんだ。俺はゆうすけの親友だぞ。そんな親友の彼女を奪うなんてできないし、そんなことしたくない。
今からそのスクショ送るから、それ見て判断してほしい。うん。前日。ねえ、吉成くん。私と結婚してくれない？本当にずっと前から好きだったの。ねえ、お願い。ごめん、何回も言ってるけど、俺はかすみさんとは付き合えない。なんで？かすみさんはゆうすけの彼女だし、ゆうすけを裏切るなんてできない。吉成くんって優しいんだね。でも私、もうゆうすけと別れるよ。明日にでも言おうかなって思ってる。これもすべて吉成くんのため。ね、これで誠意見せたでしょ？え？これならいいでしょ。私はもうすぐフリーになるの。それくらいの覚悟なの。出任せじゃないの。本当に好きなの。吉成くんのことが。ね、付き合ってよ。無理だって。ゆうすけと仲良くしてほしい。あいつかすみさんのこと本気だよ。幸せにしたいって言ってたよ。吉成くんの方がかっこいいし、子供産むなら絶対吉成くんがいいの。子供？それに吉成くんの方が金持ちだし、結婚するなら吉成くん一択。だから私をお嫁さんにしてほしい。諦めてほしい。お願いだからゆうすけと幸せになってほしい。無理無理。あんなの絶対に無理。まだ婚約とかしてなくてよかった。婚約破棄とかで金取られるかもだし、吉成くんがこのタイミングで別れたのも私は何かの縁だと思ってるの。だからお願い、今日あたり一緒に飲まない？お互いの愛情も確かめたいし。ごめん、できない。なんだよこれ、かすみやばすぎんだろ。うん。そして吉成、すまん。疑って悪かった。お前は何も悪くないよ。うちのかすみが本当にすまん。いやいや、謝らないでくれ。こっちから相談した方が良かったよな。これは相談しにくいよな。本当にショックだけど、今は逆に開き直ってる。俺の方こそ婚約してなくてよかった。こんなゴミ女と別れてよかった。そう言ってくれるなら俺も気持ちが明るくなるよ。何回も言うけど、吉成は悪くない。ありがとう。でも、かすみさん勘違いしてるよな。勘違い？俺の方が金持ちって思ってる。ああ、それね。実際会社員だけの給料だったら吉成の方がもらってるじゃん。それはそうだけど。ってことは、あのことは言ってなかったのか？言ってない。本当に信頼した人にしか。なるほど。かすみさんは信用してなかったのか？いや、彼女だからあえて言ってなかった。元カノとはそれが原因で別れたし。確かに露骨に態度に出てたもんな。まあ何にしても未然に防げてよかった。また何かあったら連絡するから。オーケー、ありがとう。数日後。ゆうすけ、今いいかな？なんだよ、もう別れたんだから話すこともないだろ。やり直してほしい。は？私ゆうすけとやり直したい。やっぱりゆうすけが好きなの。ゆうすけもまだ私のこと好きだよね。ちょっとトラブルもあったけど、これも試練の一つだと思うの。一旦全てをリセットして、二人の同棲生活再スタートしたい。やり直すわけないだろう。え？吉成に告白して、振られたからこっちに戻ってきてるだけだろう。そんな奴とやり直せるわけない。待って、確かに吉成には振られたよ。でもほんの出来心だったの。本当に好きなのはユウスケだよ。嘘つけよ。LINE 見せてもらったぞ。子供が欲しいだのなんだの、散々気持ち悪いこと言ってたな。勘違いさせてごめん。 LINE ではああいう風に言ったけど、あれのほとんどは嘘なの。あれが全部嘘は無理あるだろ。遊びだったら俺と別れてないわけだ。どっちなんだ、はっきりしろよ。じゃないと聞かないぞ。わかった、正直に話すね。ユウスケのことは好きだったけど、実は吉成くんにも少し気持ちがあった。彼女いるってのは知ってたし、ずっと応援する気持ちでいたの。でもユウスケから別れたって話を聞いて、自分の気持ちが少しずつ変化したの。変化したというよりは錯覚に陥ってた。本当はユウスケが好きなはずなのに、吉成くんを好きなんだと勘違いしてた。でもそれは振られて気づいたの。私にはユウスケがいるって、私が本当に好きなのはユウスケ、結婚したいのはユウスケって。だからただいまだね。何がだよ、ユウスケがいるじゃなくてユウスケしかいないの間違いだろう。違う、本当に好きなの、結婚したいの。嘘つけよ。滑り止めみたいな感覚だろ。そんな相手と同棲できないし、結婚なんてもってのほか。絶対に来るなよ、分かったか。今日中に家に行くし、荷物も発送するから。もうあの家にはいないぞ。え、引っ越したってこと？ああ、当たり前だろ。契約の更新月だったし、一人で住むには広すぎるからな。どこなの？言うわけないだろ。お願い言って。ああ、そうだな、どこかのタワマンとだけ言っとくわ。タワマン？
ああ、これ以上のヒントは出さないからな。まあ仮に見つけたとしてもセキュリティが万全だから入ってこれるわけないけどな。そんなわけないでしょ。何の冗談なの。タワマンなんて住めるわけないよ。それが住めるんだよな。ずっと黙ってたんだけど、俺会社員以外にも副業してるんだ。副業？まあ副業って言っても株式投資だけど。株投資？いちいち驚くなよ。いくらあるの？今貯金いくらあるの？言うわけないだろ。教えてよ。まあ詳しくは言えないけど1億くらいかな。1億？まあそんくらいだな。そんな。ああなんだ、残念だったな。いろいろと。やり直して。ああ、やり直して、絶対絶対やり直して。なんで言ってくれなかったの。そんなの卑怯だよ。そんなの知ってたら別れ話してない。後出しなんてずるいよ。私も住みたい、タワマン住みたい。ほらな、こんな銭ゲバが発生するから今までずっと黙ってたんだよ。結婚、絶対結婚。壊れたロボットかよ。でも今回に関しては黙って正解だったな。マジで緊急回避できたわ。ということで、さようなら。待って、お願い。ユウスケが実は金持ちだったなんて知ってたらこんなことしてない。このまま別れたら嫉妬で狂いそうになるよ。もうすでに狂ってるだろ。さようなら。じゃあ分かった、せめて手切れ金ちょうだい。はあ、今まで付き合ってたんだから私にもお金ちょうだいよ。それが嫌なら結婚してよ。ねえ、結婚してよ、幸せにしてよ。グッバイかすみ。後日談。こんばんは、ゆうすけです。この後かすみからの LINE が大量に来ていました。ただでさえ元彼に見捨てられたという後悔があるのに、さらにその相手が金持ちなんですからね。そりゃ嫉妬にも狂いますよ。かすみには心底腹立っていたので、今回の引っ越しはかすみに後悔させるためにやったと言っても過言ではありません。皆さんもパートナーにしてる秘密はあったりしますか？